はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。10月4日水曜日、大人クラブの時間でございます。はい、大人クラブなんですが、このチャンネルをご覧の方ほとんど、音楽をね、大好きな方が多いと思うので、ちょっと今日はですね、私はですね、クラシックギターにはですね、オーガスチンの弦を買ってます。もともとこれヤマハの NCX5 にはですね、ヤマハのグランドコンサートというね、弦があってあるんですが、ちょっと私はもうちょっとテンション感が強い方がいいので、オーガスチンの赤を使ってるんですが、今日ですね、双子玉川にございます島村楽器さんへ行ったところ、パッケージが変わっておりました。はい、今まではですね、全部が赤だったんですが、ここの縁がね、グレーになってました。で、まだちょっとこれ、こっちのね、弦がそれほど、まあ、まだ新しいんで変える予定はないんですが、明日からですね、六本木のハイサイというお店で、演奏をさせていただけることになりまして、明日はね、こちらのギターを使おうかなと思っております。まあ、クラシックギターが本職なんでね、で、一応ね、まあ、万が一のために、まあ、予備として、今日購入しておきました。夜のね、六本木なんで、弦切れちゃったらね、どうにもならないんで。でですね、このような、はい、名刺ができてまいりました。今日タイミングよく、はい、ギタリスト竹下敦史。はい、今ですね、私は椿音楽事務所というね、事務所に所属しておりまして、ギター講師をさせていただいてるんですが、新たにですね、島村楽器さんの、葛飾と、あと、日の出町のね、ギター講師に応募してみたところ、なんとなく通るかなというような感じなので、また面接をしたりね。ただ割合としては徐々にギター講師の方は減らしていこうと思ってます。この応募していながらね、このこと言うのもおかしな話なんですが、やはりね、多分ね、ギター講師やってる人のほとんどはギター講師はやりたくてやってるんじゃないと思うんですよ。で、私は3歳の時からクラシックギターを学んで、中学生に入った時に都内の、ね、ライブハウスで、使っていただいて、その後ね、アシスタントをしながら、テレビの、ね、エンディングとか、あと CM なんかの楽曲を、提供させていただきました、ね。それからまあね、長い間あんまないヒット曲にも恵まれず、まあ、スタジオのね、いわゆるスタジオミュージシャンみたいなことをね、しながら今日までやってもらいました。多くのギタリストの方、耳が痛い話だと思うんですけど、多分そんな感じじゃないですか。なかなか表舞台に出るのって大変だし、一回出てしまうとね、やっぱりそう辛くなっちゃうんですよね。ただ私のように、ずっと裏方だと、割とそのスキャンダルもないですし、女性関係のトラブルもないですし、なんとなくやっていけるんですね。で、クラシックギターはなかなかやっぱり相当上手いギタリストでもクラシックギターになるとね、なかなかそうそうはうまく弾けないんで、私はクラシックギターが専門なんで、割と便利に使っていただいております。本当に皆さんありがとうございます。というわけで、10月4日大人クラブの時間でした。はい、ぜひね、皆さんちょっとギターを1台買ってみませんか。とても楽しい
人生になります。ちょっとしたことなんですけどね、とにかく体を痛めないように、やりすぎると体を痛めてしまうので、楽しくねできる範囲で、ギターを弾いていただけるとね、とても楽しい人生になっております。それではギタリストの竹下達郎をお送りしました。